本当に恋するために生まれてきたと思うし息子にもなんで俺生きて生まれてきたんだったら恋するためだって教えてますね。その瞬間がやっぱりなんか生きてるって感じがすんだろう今の制度上としては結婚とかできないからゴールがないから常にこう恋愛史上にさらされて。 晒し続けていないと何かアイデンティティを確保できないっていうような人も多い文化圏なんですよみなさんこんにちはお悩み相談企画私たちの眠れない夜パーソナリティの肉の甲子幸男です 本日は作家の黒井由きさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。小説 <laughs> 作はあのクレセントっていうあのアルチュの売春してる女子高生の話書いたんですけど、私やっぱりその、うん、好きなんですね。そのそういう世界観が。世界観。うん。なんて言ったらいいのかな。すごい。 奥様って感じの、うん、その女の人を描くよりも別れ生、うん、を売りにしてる女の人ってすごくわかりやすくて、うん、なんか物語にしたくなるんですうん何かこう共感するようなところがあったりとかってことですかそうですね共感するところあると思います、うん、これも学歴もなく世の中出てきて頑張ってきたっていうのは自分勝負なところがあるので、うん、全然 物書きだって精神のストリッパーみたいなとこだから、うん、こんなにドロドロしたこと考えてんのかっていうとこもわざと書いいたりするじゃないですか同じですよなん,なんか不思議なことに芸の世界でも、うん、こうなんていうのかしらこう昔で言うと遊女さんとか、うん、あの花魁とかそういうのに好きだっていう芸の人が多くってその芸が多分その遊女とかこう。 花魁とか女郎さんがこう好きなのって常に恋愛市場にさらされ続けてるっていうのがあって芸ってなんだろう今の制度上としてはパートナーシップとかあるはあるんですけども結婚とかできないからゴールがないから常にこう恋愛市場にさらされてさらし続けていないと。 何かアイデンティティィを確保できなないいってううような人も多い文化圏なんですよでそういった人たちがなんだその恋愛市場で自分を買ってもらうためにアプリとか見るとそんな感じでまさに載ってるんですけども着飾ってというか筋肉という名のドレスをまとって、うん、で「ほれほれ」っていう感じでこう恋愛のこう相手をこう。 寄せ,寄せる感じが、うん、なんとなくあのこの花魁のお話とかに出てくる顔見せっていうかこう、うん、なんかアプリとかを見ると本当にんだろう女郎小屋のその並べられているような、うん、錯覚を起こすような、うん、そんな感じの人が多いんですよ。うん まあ私自身はもうそこからちょっと降りちゃったっていうのがあってまあ年齢も年齢っていうのもあってあるんですけどもでも結構な年齢までそれを続ける人が多いからだからこうなんだろう,こう着飾ってこう体一つで勝負してるっていう人とこう親近感を感じるんじゃないかなっていうふうに思うんです、ね、あでも私ちょす気持ちが分か,るかもなんで恋してる時が一番楽しいもん。あ<ら>なんか自分か、うん あ、生まれてきてよかったなとか、うん、自分こんなことも考えるんだとか、うん、全然いつもの生活とか全く同じ景色見てるのに違う景色見えたりとか恋、うん、恋してる時だから、うん、恋お好きですか好きですね私は本当に恋するために生まれてきたと思うし<ら>息子にもなんで俺生きて生まれてきたんだったら恋するためだっていう風に教えてますね。 恋するために、うん、その瞬間がやっぱりなんか生きてるって感じがする。サッカー、<laughs> え,え好きじゃないですか？<laughs> 私は私はなんかねある時からある時つかもう結構前から引いちゃってて40過ぎたあたりから引いちゃってたんでつ40代ってでもやっぱ恋とかしてました。してました。はあなんでん？片思いもありですよ。片思い？うん 片思いもなんかもう自分のことばっかり考えて生きてて何が楽しいんだろうってごめんなさいねなんか私ばっかり変な相談みたいになって <laughs> あ,あでもすごくそのまだ分かんない時はドラマとか映画とか小説読んで恋に憧れたし、うんうんうん、その憧れの恋と実際の恋ってどう違いました全然違う、うんうん、やっっぱりりそんんななな綺麗なことばっかりじゃないんだけど、うん、でも 本当に思い出なんて改ざんしちゃうからきれいなところを集めれば、うん、やっぱりなんか、うん、それはしなくてよかったっていうことにはならない、うん、恋をするとなんか疲れるような気がして、うん、あのなんだろう恋ってやっぱりこう精神の上げ下げが大きいじゃないですか。うん、で私なんかか他にもしたいことがあるから あんまり恋ばっかりしてらんないってい、どっかで。聞き換えちゃったところがあって。うん、そういった人に何かこう。それはもう。治んないんですかね。<laughs> どうな、あの上がり下がりがすごい楽しくないですか。<laughs> ジェットコースターが。うん、落ち込んだりするのが結構辛いんですよね。うん、ね、で、結構。楽しい。けど、楽しいのと同じくらい苦しい時間があるじゃないですか。で、なんかどちらかというと、私もなんかもう。 苦しい時間が嫌になっちゃって楽しい時間を放棄してるようなところがあってでも苦しいことがすごいあったとしたら、うん、その相手のことを超好きだったわけだから、うん、天国みたいな地獄瞬間も味わってるはずなんですよ天国みたいな天国と地獄はセットだから天国と地獄はセットだからどうでもいいよとかどうでもいいんだもん,なんかそう思うと地獄ばっかりだった気がする <laughs> 中国も絶対味わってる。っっ味わってるよ、えー。電球割っちゃうようなこともないんだけどな。まあい,いやこれ吉原演じの名シーン。<laughs> そうかな。なんかねその時間がもったいなくてそれだったら自分に使おうっていうふうになっちゃってて、それで恋しなくなっちゃったんですよね。今もういい年になってきたんだけどちょっとなんていうのアルコールアル中みたいなところがあったんだと思うんだよね若い時って。恋愛。いつも酔ってないと。 あうん、でもそういう時代でしたよねなんか昔ってそうだったよねなんかこう恋愛をしてないとなんか人間じゃないみたいな時代ってありましたよね、うん、カップルじゃないと、うん、すごい同調圧力があったんですよ、うん、で私もそれもちょっと苦手で同性愛者だったんでしかもボーイミーツガールの世界じゃないですか、うん、だからあの何、ー、ていうのかなそ,それに対するなんか抵抗みたいなのでだんだん恋愛いいやっていうのに、うん なってきちゃったのかもしれないんですけどもそういう時代でしたもんねうん。でも全然あんなあれですよトレンディードラマに出てくるような恋愛してないでしょ今は私もババアになってきてちょっと考え方が変わりましたけどあの本当に野に咲く、うん 花みたいな感じの生き方じゃなくて、うん、本当にお店に並んでる切り花みたいな、うんうん、そういう生き方がしたかったですね。ああか面白い野に咲く花でなく切り花みたいな、うん、だからこう艶やかさ美しさをこうしっかりこう整えてこう並んでますけども買わないのみたいな感じっていうことですか、うん、で今それでででもも終わりで子孫も作らないで、うん それで終わりななけじゃないですかああまあそうかそうか、うん、だからもうま,まるっきりこう娯楽というか趣味というかそこで終わるという感じですかね。うんうん、でそこで別にあの身もつけないで美しさだけでこう楽しさだけでこう、うん、勝負するみたいなところしかし 野に咲く花じゃなくて自分たちにはお金がつくんですよ、うん、その美しさにみたいな<ー>そういうのがかっこいいなと思ってたんですまあ今ババアになっちゃって「野に咲く花でもあの何でもいいや鉢植えの花でも別にいいや」と思っちゃうけどうあなるほどね切り花の世界あすごいそれって独特の感覚だと思います,すかなんか全然そういう感覚浮かんでこなかったですから私 なるほどね。お悩みです。はい。世の中も人生も全部がつまらないです。やりたいこともありません。バイトばかりの生活です。彼氏はいますが。優しいけど退屈な人だなと思っています。誰かに何かで。 認められたいという気持ちはうっすらあるのですがここまで何もしてこなかった自分に何かできるのかと考えるとただバイトに行って日々を消化することしかできずにいます若くて無能で無気力な自分は何から始めればいいでしょうか21歳女性、えー、私もこうだだだっったたよだから恋愛依存んああ。 すごい恋愛ってさ、うん、自分が認めどう認められるかって、はい、認められないと恋愛関係にならないし、うん、あと何日間ぐらい会社に出かけてとか、うん、そんなことばっかり考えちゃうからうんでも21歳って何もできなくないですかだからか何もできないけどもなんか私はもう働いてるだけ偉いよって思ってて。 本当私なんか、うんうん、彼氏がいるけど優しいけど退屈な人なんだなって思ってるっていうのは、うん、もう退屈なんだから23なんだから次行けばいいと思うけど。<laughs> 優しいあだからまあお気に入ってる感じはしますよね。うん、友達になれるような綺麗な別れ方してさ、うんうん、友達のようになれる綺麗な別れ方って難しくないですかでも。 そうなんだよね、うん、なんかだんだんなんか徐々にフェードアウトしようと思うと、うん、絶対それって引き寄せの報告、うん、法則みたいな向こう側さらに追いかけたくなりますもんね。じゃあ揉めてもいいじゃん。<laughs> 時間が経って <laughs>、はい、すっごい揉めてもさ、はいうん、時間が経ってお互いにおじさんおばさんになると、うん、あれだよねもうまた変わってるよね。退屈だと思われてて付き合ってる 相手もかわいそうくないまあ顔に出てるでしょうね21歳だったらね、うん、退屈だって命短し恋性を大人恋をしてない私が言うのもなんですけども <laughs> いやもう次行った方がいいかもしれないですね、うん、若いんだったらねちょっと時間もったいないかもしれないでな何者でもないのはみんなそうですよって思いますけどね。うん だって、これからじゃんね。うん、そうなんですよ。うん、だからこれからやりたいこととかをね、少しずつ伸ばしていけばいいし。でも、54歳になっても、うん、あ、何者でもないとか、しょうもないって思うよ。あ、そう、うん、そうなんですか。うん、同じ。いや、なんか、何者っていうのって難しいですよね。うん、だって、その大人だって、みんな何者かっていうのがわかんない。 だからその何者であるかっていうのに分からない自分にこう悩む必要はないんじゃないのかなでもやっぱり少しでもなんか興味のあることを見つけてね21歳ぐらいだったら興味のあることをやってみるっていうのがいいのかなとかってえ二21歳、うん、?21 歳何してたたかかなな私は学生だっっスステしながらレースクイーンとかやったかな<ら> レースクエ、うん、バリバリにこうじゃあ興味のある方向に進んでいってたじゃないですか、ね。でも、なんか、何にもあんまり考えてなかったよ。うん、大抵が何か新しいことしたって、うん、今の私だって。大抵が無駄なことになってる。ねうん、<laughs> だから、まあ、無駄を恐れないで、興味があることにチャレンジしましょうとかとか、うん。それに、無駄なことにこそ、大事なことが詰まってるよ。ある私は思うよ。 子孫を残さない、うん、そ,その一夜とかさ、うん、家族にはならないけ、うん、ないれないってこの先がないけど恋とか、うん、くだらないそのなんていうの飲み屋疑似恋愛しに銀座に誰かが飲みに行くのだって、うん、無無駄駄に見えて無駄じゃないかもまあ、うん、無駄ってもしかしたらねそれも何かの。 役に立ってたりするかもしれないですもんね。うん、それが社会ってもんですもんね。うん、でもあれでも最近の若い子ってそんなに割のいいバイトをしてないのかもしれない。うん。お金がお金のことで苦しんでる子多いんじゃない？テレビとか。実はね、そうなんですよね。だって私たちが若い頃ってまだ少しは景気が良かったじゃないですか。うん、そう考えるとそれでもしかしてちょっと視野狭作に。 陥っっちゃってるる人もいるのかなってそれこそでも私まあなんだろう私が勧めるとまたいろいろ問題になっちゃうかもしれないんだけどでもそれこそ室井さんとあの同じようなこう水商売というか接客業ってめちゃ勉強になるからとりあえず接客業で人と接することでああこういう人がいるんだこういう人がいるんだっていう世の中を知ることができるから。 水商売でもなくてもいいから何か接客業とかをすると自分が生きていくヒントみたいなのをもらえるかもしれないなと思って嫌ならやめちゃえばいいんだもんねそうです物書きになるのタクシーの運転手さんとホステスさん多いんですよ、うん、経験があるあだから、うん、いっぱい人に会ってるからか、うん、でもそれわかるからもしだからその人として迷っているのであれば そういった人をいっぱい見て自分の人データベースを充実させるような仕事をする、まあ、おすすめはやっぱりこう濃厚に会話ができる水商売であったりそういうとこもおすすめするけども、まあ、それは性格によるからできないんだったらそれでもやっぱりこうたくさんの人に触れ合う仕事がいいんじゃないかな,なんい、ね、どんどんやって失敗の経験つん積んどくと次何かやる時の自分のデータになるもんね。 人生に失敗はないんですよはいではもう一冊お願いしますはいこれです、うん、今こそえ、ファーブル昆虫器はいはい。こちらどうしてなんか、うん、生き物ってそんなもんよねって思うし 生き物もね、人間も、ねうん、だってどうしてどうして悩みって、うんうん、答えが出ないから悩み続けちゃうわけだけど、うん、もうそうなんだからって思った方が楽なことってあるよね、うん、だからそうかそうかそうかそ <laughs> うか悩むんじゃなくてこういうもんなんだっていうふうに考えられるんだ。 ファーブル昆虫機がすごい好きなのは、うん、ファーブルがすごいなんかななのねね、うん、そうなんです昆虫オタクもうずーっと何十時間も見張ったりとか <laughs> 見張<る>何個も撮ってきたりとかです、ね、もうそれが私やっぱりね、うん、好きなことだから、うん、なんていうの好きなことをやってるっていうのがすごくよく あだから熱量が伝わってくる感じなんですよね、うん、ファブルさんのねその昆虫に対する愛情とか熱量が。そういうことを見ているとこう悩んでるんじゃなくてもっと観察するように人間を見ろっていうことなのかしら。うんうん、子供の頃っていうのは、はい、結局お金とかも、ね、自分で稼いでないから親の指示のもとにあったし、うん、支配下のもとだったし。うんで 自分が大人になっても、うん、多分80超えたらすごい元気じゃなければ、うん、やりたいことがあっても体がついていかないじゃないですか、うん、だから、うん、本当に自由に動ける時間って、うん、自分の意思でって、うん、そんなにか長くなくて限られた時間なわけでその期間ね好きなことをやった方がいいと思う。 いろんな虫の不思議な生態とかいろいろ書いてるんだけど、うん、ちゃんとそれにどうしてそうなのかって理由があったりすするんですよあどうしてこういう形をしてるのかとか、うん、そ,それってやっぱり生きるたためめサババイルのこの世にあるっていうことかな、うん、その仏教っぽいようなう、うん、それにあるっていうことに意味があるみたいな。うんうん でもやっぱそれだからそれそう考えると人間もなんかそれぞれになんかこう形ちょっと違うけども生まれてきた意味があるなって考えられるようになる、うん、たとえ意味が周りの人がないって言っても、うん、あの自分のもう好きなように、うん。 みんなに合わせてとかっていうんじゃなくて、うんうん、きちんとそのそれ犯罪とか人に迷惑をいっぱいかけるとかっていうのはよくないけど、うんうん、そうじゃなければ、はい、大抵のことってやりすぎたら謝ったら許してもらえるわけだから、うんうん、若いじゃあ好きを没頭してるっていう情熱を感じるから、うん、ファーベルコンチューティおすすめということになりますね。 さん今日あの本日お話ししていかがでしたでしょうか。なんかすごい楽しかったです。本当ですか。なんか長い友達だった人のお家に来てるみたいな。ああここでも本当お家みたいな感じ。いや違うな。ニクコさ,、うんうん、さんがすごいやっぱり包容力みたいな感じがあるんだっけ。ちょっと胸多めに入れてきた。<laughs> 居心地が良かった,た隣に座ってた、はい、ありがとうございますもう居心地だけが取り柄でございます <laughs> というわけでこのシリーズまだまだ続きますまた眠れない夜にお会いしましょうバイバーイ